こにでも行けそうだ。思い出す。自分舐めてるの。痛えね、痛えね。かかってきやがる。俺の番か。悪く思うなよ。私の番。やるのだよ。頑張りますか。必殺。なかなかやるか。かかっとら逃がしゃしねえぜ。脇が甘いな。問題ねえ。出番が来たな。見さらせ。俺たちがすごいんじゃねえ。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。懐かしいな。体調万全だぜ。おいてめえ、やる気か。さて始めようか。体が重い。さあ、いいね。おいでなさい。かかってこいよ。ほれほれ。ぬぬ。やめるなよ。ふざけないでください。かかってきな。こいつは重いぞ。どけや。やるか。なめんなよ。さあさあ。なめるなよ。相手してやる。脇が甘いな。ご褒美だ。出番が来たな。さっさと来い。ほら、早く。見さらせ。やるのかよ。かかってきなよ。おお、危ない。あれ？危ない。
見さらせー！ほっ！うっ！
なかなか。おお、危ない。危ない。マッサージ店行きたいな。腰が凝っちまって。俺強めの指圧が好きなんですよね。痛いくらいが効いてる気がして。強めの指圧か。それなら俺がマッサージしてやろうか。やったことはねえが、強く押すのには自信があるぜ。あ、いや、腰が再起不能になりそうなんで遠慮しておきます。そうか、残念だ。よし、じろじろ見ないでもらえます。手加減しねえぞ。やってやろうぜ。行くぜ。効かねえぞ。逃がしゃしねえぜ。寝てるわ。うっく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 っ、私の番。やる気か。かかってこいよ。頑張りますか。やるか。脇が甘いな。出番が来たな。私の番。頑張りますか。俺たちすごいんじゃねえ。そういえば、そろそろ歯磨き粉を買い足さないとな。でもそんなに安くなってないな。買わなくていいのか。たまにセール対象になるんで、それまで待ちますよ。歯磨き粉は限界まで絞ればあと数日はいけるんで。安くなる頃には今のチューブは紙みてえな薄さになってそうだな。いい感じだ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。問題ない。ありがとうございます、キリュウさん。気を使ってもらっちゃって。高級焼肉屋の近くで飯を食うと、何でも高級焼肉の味に感じるっていうライフハック知ってます？ホームレス時代に先輩から教えてもらったんですよ。それはライフハックなのか？聞いたことないか。まあ、嗅覚をフル活用して匂いをおかずにする技っすね。他にもカレー屋やうなぎ屋でも応用ができます。100歩譲っておかずになるとして、店に迷惑がかかるんじゃないのか？なので、ギリ迷惑にならない近場の公園探して食ってました。やってることはあれだが、一応マナーってもんはあるんだな。よし、絆が深まったぜ。悪くねえな。うめえじゃん。悪くねえな。うめえじゃん。これがうまいよ。ここのカレー屋はうまくて、よくハンジョンヒと来るんだ。ただ店主が食事中に何度も何の追加を勧めてきてな。こういうカレー屋ではよくあるよな。一度断ったら目に見えて肩を落としてしまった。以来どうにも断りにくくて、毎回つい頼んでしまう。案外お人よしなんだな。そりゃ腹も膨れるだろう。とはいえ多いものは多いから、ほぼハンジョンヒに渡している。いつもはち切れそうな腹で店を後にしているよ。そのせいなのか、あいつはここに最近来たがれなくてな。絶対そのせいだろ。いい感じだ。思い出す。焼きそばの香りがすると不意に夏祭りを思い出すな。祭りなんて長く行ってねえな。孫妃も屋台で遊んだりするのか？まあ私もそんなに行くわけではないが、金魚すくいが得意だった。どの魚が油断しているか一目でわかるんだ。そいつの動きを見極めて最低限の動作で仕留める。何匹でもすくうことができるぞ。金魚が欲しくなったら言ってくれ。コミジュルの総帥に目をつけられたら金魚もお手上げだな。では金魚が必要になったら孫妃に出張ってもらおうとしよう。よし。すいません、明日のバイトなんですけど。
好調だ。バカにしてんのか。やるときゃやるぞ。バカで消えがる。俺の番か。悪く思うなよ。脇が甘いな。ご褒美が。待て。出番が来たな。そりゃ。手加減は。私の番。みんなが勝負あったら。俺の活躍。やってやろうじゃねえか、おい。始めよう。行くぜ。あばよ。やれやれ。やるのかよ。やるか。潮時だ。失敗か。あ。そりゃ。頑張りますか。やるのか。お疲れした。そう。容赦しねえぞ。おるべ。私の番。よそ見すんなよ。問題ねえ。いらっしゃいませ。三名様で。ああ。ご指名はございますか。サッチャ。ああ、いや、サエコさん頼むわ。かしこまりました。失礼します。3番テーブルご指名です。ごめんなさい。失礼します。ちょっとなんちゃん。何このメンツ。そっか、キリュウさんがガンだったなんてね。俺も最初に聞いた時はショックだったよ。けどこの話はもう一周回って今は次のステップだ。それがエンディングノートのリスト。ああ、こうなりゃ何としても全部達成してほしくってさ。俺と孫輝でがっつりサポートするつもりよ。なるほど。なんかそう聞くと燃えてくるね。そこでなんだがな、さっちゃん、俺と孫輝だけじゃちょっとだけ心細くてよ、もう一人仲間が欲しいんだ。ふんふん、じゃあそれが私ってわけ。そういうこと。手伝ってくれるか。当たり前でしょ。むしろ私を外しちゃお話にならないじゃん。
安心して、キリュウさん。私がどこにだって案内してあげるから。迷惑じゃねえのか。何言ってんの、水臭い。またみんなでやろうよ、前みたいにさ。それにほら、なんちゃんと孫妃だけじゃ花がないんじゃない？ふっ、面白いことを言う。なら、その花とやらがどれほどのものか見せてもらおうじゃないか。オッケー、相手に不足はないってところね。おい、今何が起きてるんだ？チームが一つにまとまったってやつですよ。というわけで、よろしくどうぞ、キリュウさん。よし、これでサッちゃんも決まりだ。じゃあまずはキリュウさんご所望のカラオケ行こうぜ。正直、少し意外だった。ん？お前はもっと桐生さんに療養を迫るかと思っていた。職業的な立場からしてもな。そうしたいのは山々だけどよ。ほら、北風と太陽だ。ん？桐生さんがああ言ってんだ。滅多なことで気持ちを変えられるもんじゃねえ。けど医者が言ってた。何かのきっかけで考えが変わるかもしれないってよ。だから作戦変更だ。キリュウさんに思いっきりやりたいことを楽しんでもらう。そんで生きてるって最高って感じてもらうんだ。そしたら生きようと思い直すかもしれない。そういうこと。後でサッチャーにも言っとくつもりだ。このエンディングノートの真の狙いってやつをな。孫妃も頼むぜ。あの人を黙って死なせてたまるかってんで。ああ、全く同感だ。く、なんちゃん、一番元気でやってる？ハワイでトラブルに巻き込まれてるよ。それもあいつらしいだろ。ねえ、キリュウさん。はあ、俺が向こうで会った時はもう警察に手錠かけられてたからな。なんていうか、相変わらず気になるよな、一番のこと。うん、別に、なんとなく聞いてみただけ。あれ、そうなのか。強くなれるだな。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。
これだな。よし、取れたぜ。いらっしゃい。ありがとうね。そういえば、思い出す。ここはね、キリュウさん、俺らの行きつけなんですよ。サバイバーっつってね。マスターはちょっとこわもてですけど、根はいい人なんで大丈夫。偉人町で歌聞かせたいならここしかないわよね。どうもマスター、新しい客連れてきたぜ。うん、こちらは鈴木太一さん。もしかしてお知り合い？いえ、どなたかと人違いされているんでしょう。はじめまして。サバイバーへようこそ、鈴木さん。昔よく似た人がいたんだ。だがマスターの言う通り人違いだった。失礼しました。いえ、
どうかお気になさらず。こちらこそよくある顔なもんですから。あの二人知り合いか？そうなのかな、うん、ただの人違いだったんだろ。私たちは歌いに来たんだ。さあ始めようじゃないか。ええ、どうぞ。本日は貸し切りにします。どうぞ心置きなく楽しんでください。ありがとうマスター。なのね夢を追って傷ついて。ハワイにいた時はどうなるかと思ってたけどよ、キリュウさんだいぶ元気になったように見えるぜ。これもソンヒとサッちゃんのおかげだ。水臭いんだってナンちゃんは。もっと気楽に頼ってよ。私だってキリュウさんには恩義がある。やれるだけのことをさせてもらうつもりだ。だね。私も偉人町の人間としてはキリュウさんに恩返ししたいし、何よりもしかすると助かるかもしれないのに放っておくなんてできないって。二人がいてくれてよかったね。俺一人じゃさすがに荷が重かったからよ。なんなのよこの涙、バカみたい。キリュウさん、お上手でした。ええ、最高でしたよ。噂は本当だったな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせる。ちゃんと聞いてなかったように見えたぜ。まさか、聞いてましたよ。まあ、別にそんなんでへそ曲げるわけじゃねえがよ。だから聞いてましたって。誰だ、次の曲だぞ。どういうわけだろうな。え、次の曲も俺だ。いや絶対わざとでしょ。レールから外れた、うん、なら盛り上げていくか。入れるぞ愛の手、燃やすぞ魂。おっしゃー、おっしゃー。 Breaking the law、 Breaking the world、 壊せ、切り裂けてんだね。縛れない波乱分子さ、振り上げた握り拳が俺たちのジャッジメン。ちょっと失礼するよ。うん、早く戻ってこいよ。いやー、キリュウさん、今日楽しいっすね。俺はおかげでいい気分ですよ。ほんと？あー、マスター、おかわり。私だ、どうした？重要な連絡だろうな。私はしばらくお楽しみだと言ったはずだ。分かってるよ。でも仕方ないだろう。ずっと憧れの桐生さんと一緒なんだから。よう、ソンヒ。なんだよ、また眉間にシワ寄っちゃってるぞ。そうか、そんなことはないだろう。仕事の話じゃねえのか。あれれ、桐生さんと遊ぶより大事な仕事なんてある？別に大した要件じゃなかった。ただちょっと気がかりな情報ではあった。なんだよ気がかりな情報って。清流会に妙な動きがある。
組員を増やして勢力を急拡大させているんだよ。あれ、なんだよ、そんなことも知らなかったのか、あのコミジルが。あそこは頭の海老名ってのが極道の第二次大解散を企画しててよ、それで元登場会やらのヤクザに声かけてんだ。ああ、俺も春日からそんな風に聞いてる。行き場のない元極道たちに受け皿を作る、それが第二次大解散の目的だ。そのため一時的に清流会の杯を受けさせて仕事を与えている。港の倉庫でゴミの保管ビジネスをしてるのもその一環だ。春日がハローワークでやってた慈善事業の拡大版と言える。なんだよ、やっぱり知ってたんじゃねえか。だがな、どうも今清流会が組に引き入れている連中にはまっとうに社会復帰できていた者もいるらしい。それも少ない数じゃない、100人単位だ。え、なんでそんなこと。ちゃんと社会復帰できたんなら清流会に行く理由はないはずでしょ。海老名の言う社会復帰のための一時的な受け皿ってのは表向きの綺麗事で、本当の目的は別にある可能性が高い。確かなんだ。それは無礼な質問だな。コミジルの情報網を束ねているのはこの私だ。まあまあ、でもよ、なんかの勘違いかもしれねえだろ。社会復帰できてたって、実は本人的にはやりたくもねえ仕事で嫌気がさしてたとか。確かに元ヤクザたちそれぞれの事情までは知りようもない。私が気がかりな情報だという理由はもう一つある。清流会はね、ゴミビジネスの拠点を横浜からハワイに移そうとしているんだよ。何？最近清流会の杯を受けた連中はみんなハワイへ向かうことになる。ついこの間まであなたがいた場所だ。これは単なる偶然か、それとも何か意図的なものかな。何なんだよ、ハワイに何があるってんだ。清流会の人が誰かハワイに縁があるとか。そういや、春日にハワイへ向かうように言ったのは確か。それなら沢城ですね。元荒川組の頭で荒川真澄の右腕だったやつです。そんで茜さんが生きてたことをずっと一人腹の中に隠してた。それが今は清流会で海老名のすぐ隣に立っている。じゃあエンディングノートのリストに一つ追加した方が良さそうだ。沢城と話すっての。そういう使い方もあるんですね。清流会の本部はすぐそこだったな。ああ、だが今は沢城やほとんどの幹部たちは異人町にいない。増えた組員のためにここ1週間ほどで別の支部を立ち上げたんだ。もし桐生さんに行く気があるなら明日私が案内しよう。そうか、分かったよ。おい、はい。
はい。ありがとうございます。始めようか。俺の番か。さてやるのかよ。かかってやる。来いよ。かかってきなよ。悪く思うなよ。デリア。やる。逃がしゃしねえぞ。頑張りますか。さっさと来い。見さらせ。どうしよっかな。容赦しない。これはどうよ。行くぜ。相手にならねえな。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。いい感じ。いつでも戦うぞ。懐かしいな。いらっしゃいませ。ありがとう。懐かしいな。何でもできそう。これだな。よし、取れたぜ。これだな。よし、取れたぜ。開けてみるか。やったぜ。
だてめえ許さないぞ。かかってきやがる。俺の番か。寝てるわ。ねっねっ、ふざけてんじゃねえ。出番が来たな。脇が甘いな。ご褒美じゃ。熱い。やめてくれ。どうしたいよ。容赦しない。やっ。やっ。くらえ。さて。気乗りしねえな。問題ねえ。やるのかよ。やる。はっ。頑張りまった。勝負あったな。絶好調。まだ強くなれるとはな。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。開けてみるか。開いた。無事では返さないで。いつでも行けるよ。行くぜ。ほれほれ。私も狙うか。オーナー、追撃する。やる。出番が来たな。ぶっ飛ばしてやる。決殺。ドドン。何も見えぬ。私の番。来いよ。さっさと来い。容赦しない。目が変になったぞ。これでやる気あるの？やる気ある。ヒエル。恥かいらないぞ。体が重い。遊んでいる。こっち見ろや。こいつは重いぜ。私の番。なんでテンション下がる。頑張りますか。来いよ。どうか見てんな。クロエ。気乗りしねえな。悪く思うなよ。やる。相手してやる。恥かいて知らないから。脇が甘いな。出番が来たな。見さらせ。調子出ないな。どうした。見せてあげる。行くぞ。体が重い。状況だけは買ってやるよ。見とれないでよね。いい調子だな。
らっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。俺の番か。こいつは重いぞ。よし、私の番。どうしよっかな。出番が来たな。キリュウさんって教師とかも結構似合いそうですよね。そうか。ええ、教え子のヤンキーがチンピラにさらわれるんですけど、そいつが囚われてる倉庫に乗り込んで暴れるキリュウ先生。目に浮かびますね。お前の教師イメージは何十年も前で止まってそうだな。いい感じだ。来て通ってた日が懐かしいな。制服か。俺の頃は学ランだったが、最後に来たのはいつだったか。キリュウさんの学ラン姿とかちょっと見てみたいかも。お互い制服着て話したらちょっと面白いかな。まあタイムマシンでもない限りそんなことできない。あ、うちの店の企画で制服のイベントあるからできますよ。男性のも用意あるので、キリュウさんもよければぜひ。案外
何でもできるもんなんだな。よし、何見てんすか。楽しみ。地獄を見せてやんよ。行くぜ。学生時代を思い出すな。難波は得意な教科とかあったのか。得意かは分かりませんが、理科とか好きでしたね。液体窒素実験とか面白かったっす。バナナを凍らせたりとかして。ああ、バナナで釘を打つんだろ。実際に打てるもんなのか。俺がやった時は釘に打ちつけたらバナナの方が砕け散りましたね。そのバナナがすぐ溶けるんで体中バナナの香りで過ごしました。そりゃまた楽しい学園生活だな。いい感じだ。偉そうっす。調子乗ってんじゃねえぞ。勝ちに行こうぜ。俺の番か。来ないよ。恥かいて知らないから逃がしゃしねえぜ。こいつは重いぞ。かかってやる気見ろや。私の番。どうした、やるのかよ。仕留める。どうしよっかな。ダメんなよ。見せてあげる。出番が来たな。必殺だ。手加減はなしだ。恥かいて知らないから。やる。おれおれ。出てきたぜ。私の番。どうしよっかな。勝負あったな。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。いい感じ。ゴルフの打ちっぱなしがある。行ってみてもいいかな。キリュウさんってゴルフとかやったことあるんですか。まあな、ゴルフ場を回って楽しんだりもしていたぜ。サエコはどうなんだ。仕事柄ゴルフの知識があるとお客さんと会話も弾みますからね。勉強がてら打ちっぱなしとか言ったんですが全然ダメ。ボールに当てるの難しいですね。何かコツってあるんですか。
やっぱ慣れが大事だな。素振りするだけでも結構変わるぜ。ああ、だからおじさんたち傘で素振りしてるのか。それはどうだろうな。よし。いい調子だな。思い出す。何？いざとなりにしてあげますよ。行くぜ。お話。かかってきなよ。せい。こっち見。どのように刻まれたいですか。これだ。恥かいて知らないか。私の番。仕留める。どうしよっかな。逃がしちゃねえぞ。出番が来たな。俺の番か。やる。見たかよ、まあ、こんな活躍。体を温めとか。孫妃は休みの日には何をやっているんだ。気になるか。まあ休みなどあってないようなものだけど、最近は時間が合えば格闘技の観戦をしていたりする。体の動かし方など参考になることも多いんだ。ちゃんと仕事につなげてるとは立派なもんだな。ただの道楽さ。プロレスなどで技がバシッと決まった時は実に気持ちがいい。あれはなかなか癖になるな。プロレスか。そういえば俺も昔は子供を喜ばせようとしてドラゴンマスクと名乗ってプロレスをしたことがあったな。懐かしいぜ。それはそれは。え？なんだドラゴンマスクって。いい感じだ。てめえ見せると言わせに行こうぜ。行くぜ。恥かいて知らないか。サポートする。はい、はい、はい。私の番だ。どうしたよ。どうか見てんの。脇が甘いな。頑張りますか。おお
私の番。俺の番。恥かいて知らないから。やろう。やろうぜ。ひらがれ。かかってこい。出番が来たな。さっさと来い。どうしよっかな。行くぜ。ボンベ。私の番。無駄だ。よし、勝負あったね。話にならんな。よし。いらっしゃいませ。ありがとう。また気分を変えるか。こんな感じか。何を選べばいいんだ。どれにしようかなっと。気に入ったぜ。俺に似合うのどれだ。さてどれにするか。どうだろうか。いろいろ試してみよう。なんだって着こなしちゃうわよ。気に入ったわ。どれにしようかしら。ここにでも行けそうだ。ふかしてんじゃねえぞ。いつでも行けるよ。やるか。かかってきなよ。
ひらがれ。逃がしゃしねえぜ。相手してやる。こっちですよ。仕留める。研いだばかりの私の番。さっさと来い。見せてあげる。出番が来たな。せい。俺の番組。やるのかよ。相手してやる。恥かいても知らない。遊んでやる。私の番。ほらほら。ほら。すまねえ。これだ。どうしよっかな。どのように刻まれたいですか。どうだ。動けねえ。テリア行くぜ。やるのかよ。ボルベ危ない。頑張りますか。どうした。必殺。やるやるのか。逃がしゃしねえぜ。脇が甘いな。私の番。相手してやる。遊んで容赦しない。メロメロになれ。俺の番か。恥かいても知らないから。悪く思うなよ。風穴開けてやる。出番が来たな。力の差を見せて。さて調子がいいぞ。私は行くぜ。頑張りますか。俺は勝負はつらい。まだ強くなれるとはな。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。見とれないでよね。ついてきたかも。いいじゃねえか。トレーニングでもしてるのか。いや、むしろあんまりジムとか行けてないくらいなんですけど。あ、あれかな。鍋。鍋？そう、フランスの高いお鍋を買ったんですけど、これが重くて。でも丈夫だし、お料理が楽しいから最近いつも使ってるんですよ。だが鍋といっても限度があるだろう。そんなに重いのか。6キロくらい。思ったより重かった。よし。
懐かしいな。喧嘩させろや。人暴れさせろ。やってやろうぜ。やるか。さっさと来い。さっ。いや。ほら。こっち見ろ。ほら。出番が来たな。さて。来いよ。うい。私の番。俺の番か。こいつは重いぞ。私の番。すりゃ！ビリビリするな。頑張りますか。どうしよっかな。相手してやる。見せてあげる。頑張って。ありがとう。行くぜ。見たか。相手にならねえな。悪くない気分だぜ。まだ強くなれるとはな。大人の渋みが出てきたぜ。人生これ成長ってな。素直に喜んでおくか。まだまだ強くなれそうだ。いい感じ。よし、いつでも戦うぞ。思い出す。いくらでも戦えるわ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？開けてみるか。やったぜ。いらっしゃいませ。ありがとう。
調子に乗るなよ。覚悟してよね。やるか。さっさと来い。やっ、俺の番か。私の番。頑張りますか。あんたを避けるわけにはずれか。私の番。やる気か。脇が甘いな。スルッ。ねえ。やるか。調子に乗るなよ。問題ねえ。行くぜ。退屈な野郎だ。私の番。よし、バッチリ。やるか。どうしよっかな。ボルベ、東京だけは買ってやるよ。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。見とれないでよね。おお、この店ではレシピ本がベストセラーなのか。孫悲は料理もするのか。まあたしなむ程度にだがな。ただ私は少々辛く味付けをしすぎてしまうらしい。部下に振る舞ったらみんな顔を赤くしていた。なら先に半純義に味を見せたらどうだ。させてこの結果さ。あいつめ、気を使ってうまいと言いよって。なるほど、参謀の気遣いがあだになっちまったのか。なら俺が今度味見してやろうか。遠慮なく感想を言うぜ。キリュウさんに味見、それはむしろ本番では。ん？本番？いや、なんでもない。今日はちょっとベストセラーを買って帰ろう。ん？いい感じだ。先には強いのか。いや、そんなに強くないんすよ。あんまり顔は赤くならないんで強いとか言われるんですけどね。すぐに眠くなっちまうんで電車で寝ると大変なんですよ。大変？高確率で終点で降ろされるんです。昔飲み会ラッシュの時期は諦めて終点まで定期買いましたね。それまた
賢明な判断だな。よし、よく分かってきた。買うのも減っちゃいましたね。飽きちまったのか。いえ、最近ホームベーカリーを買ったら作るのハマっちゃって。ホームベーカリー？自分でパンを作ってるのか。ええ、最近のはすごいんですよ。こね、発酵、焼きが全自動。発酵時間の調整もできて、パンの食感も変えられるんですよ。ほう。焼き加減を変更すると耳の柔らかさも変えられるんです。今ならキャッシュバックですごくお得に買えて。サエコはテレビショッピングに出たら大活躍できるからな。え？いい感じだ。こりゃすげえな。太郎すげえよな。やるか。頑張りますか。俺の番か。私の番。私に。行くぜ。サポートする。出番が来たな。ふざけないでください。恥かいて。どうした？見さらせ。パリッと焼けました。どうしよっかな。こいつで。もう見えない。やるか。はい。俺の番か。ふざけないでください。悪く思うな。ハンガト、頑張りますか。視界がぼやける。テンション下がる。私の番。行くぜ。相手にならねえな。まだ強くなれるとはな。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。いい感じ。俺の番か。どうしよっかな。
容赦しない。力の差を見せてやる。久しぶりにちょっと遊びたいかも。サエコは普段どういうゲームをするんだ。格闘ゲームとかですかね。店の子や常連さんが好きで、最初は付き合いみたいな感じでやってたんだけど、ハマっちゃって。付き合いってことは相手に花持たせたりしてたのか。毎回私の KO 勝ちですね。わざと負けるのなんて嫌だし。付き合いとは。よし。思い出せ。やってやろうぜ。私の番。逃がしゃしねえぜ。さっさと来い。止める。頑張りますか。見さらせ。いい風吹いてんね。恥かいて知らないか。俺の番か。来ないか。何やってんだ。こいつは重いぜ。こんなのはどうだ。どうしよっかな。見せてあげる。痛いの飛んでけ。ほらやるのかよ。ほらやるか。どうした。はっ、いくぜ。かかってきなよ。痛めつけてやんよ。悪く思うな。風穴開けてやる。容赦しないぞ。必殺。私の番。お願いします。
私の番。さっさと来い。知らないから。俺の番か。かかってこいや。こいつは重いぞ。お縄につきな。そらそらそらやっと。かますで。どうしよっかな。やるか。行くぜ。容赦しないぞ。俺たちすごいんじゃねえ。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。見とれないでよね。いい感じ。ところにクラブがあるのか。懐かしいな。キリュウさんって踊ってたりしたことはあるんですか。まあ昔ちょっとな。サイコはよく踊ったりするのか。ダンスは学校の体育くらいでしたね。こういうところで踊ったことなんてほとんどないです。そうだったのか。だがサイコは運動神経もいいし、すぐお立ち台に立てると思うぜ。お立ち台？え、キリュウさんが踊ってたのっていつの時代？え？え？いい感じだ。サイコはおでんの具で何が好きなんだ。そうですね、白滝、卵、牛すじ。でも最近のお気に入りはロールキャベツかな。何？ロールキャベツ？今はそんな具もあるのか。おでんの出汁とお肉の旨味がよく合って美味しいんですよ。そりゃうまそうだ。おでんは味の染みた大根が定番だったが、いつか味の染みたキャベツに取って代わられるかもしれねえな。よし。そういえば、やめるな。後悔するなよ。やるか。
ないぞ。相手してやる。逃がしゃしねえぜ。仕留める。集まり、ザッパー。我の番か。悪く思うな。お縄につきな。そらそらそら、やっせ。出番が来たな。ふざけないでください。ああ見さらせ。いい風吹いてんね。どうしよっかな。私の番。オレオレ。やっほー。頑張りますか。テリア。かかってきなよ。行くぜ。なめんなよ。こいつは重いぞ。おねんねしてな。私の番。さっさと来い。どりゃやるか。やっちゃう。相手してやる。容赦しないぞ。俺たち。勝負あったな。いつでも戦って。よし。最近行ってないな、ボクシングジム。ボクシングジムに通ってるのか。ええ、最初はダイエットでもうと思ってお試しで行ったんですけど、結構ストレス発散にもなって楽しいんですよ。トレーナーさんにも筋がいいって褒められちゃって。へえ、やるじゃねえか。キリュウさんがピンチの時は助けてあげますね。シュッシュッ。ふん、そりゃ心強い。頼りにしてるぜ。いい感じだ。偽物じゃねえぞ。謝罪するまでぶち殺す。かかって消えがる。やるか。かかってきなよ。せん。はっ。ほら。出番が来たな。さっさと来い。どうしよっかな。てめえ。これでいこう。私の番。せん。くりゃ。行くぞ。容赦しない。私の番。おお、行くぜ。やるか。やるのかよ。かますぜ。恥かいても知らない。どうした。見さらせ。いい風吹いてんね。はあ、相手にならねえな。どこにでも行けそうだ。行く。
かせて当然だと思ってませんか。ぶっ飛ばしちゃおう。いつでも行けるよ。私の番。かかってきなよ。仕留める。覚悟。ドボンや。俺の番か。出番が来たな。私の番。やるか。恥かいて知らないか。ほれほれ。すりゃ。てりゃ。頑張りますか。ふざけないでください。態度でかいね。さあてどうしよっかな。でやあ、うん、私の番だ。フッ、容赦しないぞ。俺たちすごいんじゃねえ。まだ強くなれるだろ。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。見とれないでよね。俺は酔ってないぞ。やるか。恥かいて知らないか。はい、相手してやる。で出番が来たな。俺の番か。ほら、来いよ。ドリア。私の番。見せてあげる。痛いの飛んでけ。私の番。怖いの。どうして。やるの。止める。頑張りますか。行くぜ。どうしよっかな。やるか。かかってきなよ。無駄だ。みんなが勝負あったら活躍。よし。見てんじゃねえよ、クソが。覚悟しろよ。後悔するなよ。やるか。俺の番か。出番が来たな。さっさと来い。かかってきなよ。せい。どうしよっかな。それ。私の番。すりゃ。行くぜ。悪く思うな。お縄につきな。そらそらそらよ。せい。ダメだ。私の番。相手してやる。容赦しない。痛いの飛んでけ。
では頑張りますか。えっ、うっ、やっしゃいった。まあ、こんなもんだ。よし、いい調子だな。サンズの川を渡る金は持ってるか。始めよう。やるか。やってやる。あんたの止める。あたいか。集まる。いやあ、私の番。頑張りますか。俺の番か。状況だけは勝ってやるよ。素直に喜んでおくか。よし、私の番。なめるなよ。やる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 。容赦しない。痛いの飛んでけ。すまねえ。行くぜ。来なよ。こいつは重いぜ。5年もしてな。来ないの。やるか。止める。これはどうだ。容赦かな。容赦しないぞ。俺の番か。私の番。おいよ。おれおれ。私の番。行くぜ。よそ見すんなよ。恥かいてに知らないから。悪く思うなよ。お縄につきな。そらそらそらよ。かますで。俺は悪くない気分だぜ。まだ強くなれるとはな。大人の渋みが出てきたぜ。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。いい感じ。このお店は電子マネーで払うとポイントつくんだ。電子マネーか。聞いたことはあるがよく知らねえんだよな。スマホのアプリにお金をチャージして支払うんです。スマホだけあれば買い物できるし、ポイントもつくしで便利ですよ。ただ店によって使える電子マネーが違うのが難点で、私は8つの電子マネーを使い分けてますね。それ本当に便利になってるのか。よし、絆が深まったぜ。